は57年に始まりましたこの訓練が30年の長きにわたり継続をしてまいることができましたのは、本日もお見えでございますが、毎回ご指導を頂戴しております築地警察署の皆様、京橋昭和署の皆様、ご講演をいただいております中央区役所の皆様、そしてご協力をいただきます防災関係の各機関の皆様のお力添えの賜物であると、この場をお借りいたしまして改めて心から御礼を申し上げる次第でございます。30年という一つの節目を迎えた今、銀座震災訓練とは銀座人にとってのお客様を守る心意気、真のおもてなしであるという原点に立ち返り、本日お集まりの皆様と共に次なる節目に向けての新たな第一歩を踏み出す機会にできればと願っておるところでございます。銀座の街が安全で安心で綺麗な街であることに加え、震災にも強い街としてますます発展をしてまいりますよう、これからも変わらぬご指導、そしてまたご鞭撻を賜りますよう、この席をお借りいたしまして心からお願いを申し上げまして、誠に簡単ではございますけれども、主催者を代表してのご挨拶に返させていただきます。ありがとうございました。銀座震災訓練30周年、誠におめでとうございます。銀座っていうところはもう特別な町で、ありますね。このここにもう本当に来々者ですね、お客様、常におられるわけですから、そういうお客様も守っていくんである、これが重要ですね。そういう意味では、この銀座震災訓練、これがこの各全国のね、事業所の防災意識、防災組織、防災訓練、そのもう模範、手本となっているわけです。東京消防庁の防災部長といいます伊藤と申します。本日は銀座震災訓練30周年ということで誠におめでとうございます。私もまずやっていかなくちゃいけないこと、5点ほど良い機会ですのでご紹介をさせていただきます。1つ目は機動性のある消防部隊の長周期震度に対する対応、帰宅困難者問題で、津波高潮の問題、木造密集地域の火災の対策でございます。いずれにしましても私もできることからやってまいります。そして地元の消防団の皆様、地域の皆様と手を取り合って、銀座のこの地区の被害を最小限にとどめるべく頑張ってまいりたいと思います。築地警察署長の山でございます。本日は銀座震災訓練30周年記念、誠におめでとうございます。この30回までですね、こうして、第1回で苦労された森委員長をはじめ、銀座通り連合会をはじめ、またこの訓練を企画し続けてこられました多数の方々に心からお祝いと敬意を表したいと思います。防災関係機関を代表いたしまして、中央区医師会会長市川様にお願いいたします。そしてこの30回の間にいろいろなことがありましたが、とにかく30回続いて、それで今年その 3.11 という不幸な出来事が起こったわけです。ですけれども、これは今後この地域においても大震災がいつ起こるか分かりません。やはりそういうことで、今後もこの、銀座震災訓練が続きまして、そして備えあれば憂いなしということが不測の事態の時実施できますよう、
今後も続くことを記念しております。ご来賓の方々をご紹介させていただきます。はじめに中央区役所より防災課長高橋様、次に築地警察署の副署長村中様、警務課長毛利様、警備課長佐藤様、交通課長桜井様、地域課長末富様、生活安全課長滝田様、警備課課長代理釘尾様、警備課係長村田様、この度第30回震災訓練を最後に巣鴨署へ転勤されました前築地警察署警備課長影山様、続きまして京橋消防署の署長田中様、おめでとうございます。副署長今様、警防課長青山様、こんにちは。予防課長諸橋様、防災安全係長菅谷様、おめでとうございます。消防団担当係長福地様、次に京橋消防団団長田中様、副団長松戸様、同じく小林様、同じく保坂様、同じく小石川様、続きまして歴代署長の方々をご紹介させていただきます。まず築地警察署の本田様、大野様、磯部様、清家様、桜江様、続きまして京橋消防署の歴代署長の方々をご紹介いたします。相馬様、矢野様、市川様、佐藤様、次に防災関係機関の方々をご紹介いたします。中央区医師会小引町病院院長宮崎様、東京地下鉄松本様、同じく八木原様、同じく宇津井様、東京都都市整備局佐久間様、東京電力総様、節電のご協力ありがとうございます。同じく小林様、はい、おめでとうございます。
同じく大御師様、東京ガス高橋様、ありがとうございます、京橋消防懇話会会長菊谷様、ありがとうございます、京橋防火管理研究会会長高橋様、ありがとうございます、最後になりましたが、本日第1部の講演会でご講演をいただきました東京理科大学大学院国際火災科学研究科教授関澤先生、ご紹介よろしくお願いします。乾杯。乾杯。ザ・銀座震災訓練第30回おめでとうございます。イエーイ。